まだかな。龍火の真下に撃たれながらのんきに着弾を待つ昨夜。そして一刻も早く爆発してほしい雰囲気のマリサとアリス。んなことになるわけねえだろ、やめろ気色悪い。でっち上げも大概にしやがれ。私何もしてませんが。ルーカなぜお前がここにいる？細かいことはいいですから。それよりマリサさんアリスさんに何したんですか？ちょっとした事件ですね。特に変わったことはしてねえよ。ただちょっとツイッターでアリスが催眠にかけられるっていうのを見かけたから試してみただけだ。今時そんな催眠術誰もやりません。でもちゃんと催眠にかかったみたいですぐに動かなくなったので。催眠耐性ゼロですかい？これは好都合と思ってたけど全然起きなくなっちゃってさ。何が見えているのでしょうね。ちょっと怖い。そうだ。ちょうどいいや。どうしたらいいと思う？意見をくれ。そんなの私に聞かれても。キスとかすればいいんじゃないですか？ねえ、王子様？そうだな。物は試しとよしな。やってみよう、王子様。違う、そうじゃない。起きないな。キスじゃないみたいだ。違うと言いました。じゃあ他に考えつくことはないか？いや、マリサさんがキスすればいいんじゃないですか？私に死ねと。どんだけ苦手意識持ってんですか？うわわぁ？どうしたんでしょう？龍火のマスタースパークが着弾した霧雨魔法店。すべてが消し飛んでるとスカッとするなぁ。あれなんともないな。助かったようですね。ぐぬぬ。こいつが何かしたのか？すごい相棒をお持ちなんですねマリサさん。いや、勝手についてきただけだ。たかが非常食の分際で。そうだアリスは。わなわなわな。私の口ー。アリスが私を。まあ昨夜、一度落ち着きなって。そうですよ。今のは事故です。私が責任を持ってみんなに証明してあげますから。クズ野郎め。マリサのブアーカー。なんで私なのでー。ああ、言っちゃった。そうだ。今の昨夜のなら事故とはいえ一応キスしたことになるよな。これでアリスの目も覚めてくれるか。は？キス？そんな色恋沙汰に浮かれている暇があったらマリサ。あなたの家の散らかりようをなんとかしなさい。それからあなたには前々から魔法使いとしての自覚についていろいろあだこうだ。ほらね、キスで正解だったみたいですよ。いやなんか別な人格が目覚めちゃってるぞ。お前絶対分かっててスルーしてるよな。あれが今のアリスさんです。現実を受け止めましょう。結構長い間受け止めてるんだからそろそろ一人にさせてくれ。何はともあれめんどくさそうですし、思わぬネタも手に入っちゃいましたので私はこれで。二人とも聞いてよ。今日明日明後日でいよいよナレーション50回。ついに白麗神社が復活する時が来たんだよ。もうそんなに経ちますか？よくぞここまで頑張りましたね。どんなトリックの話してんの？そうだろ？だからはい。お祝いのお賽銭ちょうだい。そんなものがあれば白玉楼を立て直す資金にしてるわ。今のペースでは年内に白玉楼を立て直るかどうか、ですね。なので皆さん、Twitter のフォローがまだの方、ご協力よろしくお願いします。初耳なんだけど？守谷神社に至ってはほぼ絶望的だな。まさか霊夢さんがここまで早く50回を目前にするとは思いもしませんでした。そういうわけだから今日も張り切っていくぞ。私のファーストな接吻はお嬢様のために。それなのに、こんなことでバージンをロストしてしまうだなんて。いえ、あれは事故。そう、事故なのよ。いわば人工呼吸のようなもの。人工呼吸って大抵事故の時に行うものだもの。仮にお嬢様がうちの湖で溺れたとしたら人工呼吸はしなくちゃいけない。そもそもそんな状況でキスなどというはついたことなんて考えてられないわ。さっきのもまさにそれそのもの。ねえ、あなたもそう思うでしょ？ジョン。事故ってから私は今、人里に足を運んでいる。おい何唐突にナレーション始めてんだ。本来ならすぐに済むはずだったようじ。しかしすっかり日も傾いてしまった。さては私に白麗神社再建させない気だな。そうはいかないぞ。遅くなってしまったお詫びにフランお嬢様への献上品を見繕わなければならない。ジョン。どれがいいと思う？買収してことを収めようとするダメードがここに。で、私らはなんでこんなところにいるわけ？病院にいたはずなのに。もしかして今までの出来事は全てここ妙蓮寺での修行の一部だったんじゃ？いえ、全くの別件です。冷戦。はともたずにまた失神。我が弟子ながら情けない。あなたたちが気絶してたので霊夢やメイドさんがここに連れてきたのですよ。なるほど、そういうことね。私とうどん家がこのざまでは永遠亭も機能しない。なかなかいい判断よ。あ、多分永遠亭爆発して消えちゃったからだと思う。この死にしてこの弟子ありといったところでしょうか。気持ちはわかります。ははぁ。いや、お前はなんで失神してんだよ。もう何度もガチルの見てるよね。誰活躍してくんない？我を呼んだか？呼んではいないけどなんかいけそうな予感。見るからに同系統な感じよね。何の手柄もなくコウマ館に戻ってきた昨夜。いや、お姉様を迎えに行ったはずだよね。ただ連れてくるだけなはずだったよね。まあこういう時もありますですよフランお嬢様。こういう時しかないなお前は。何をどう間違えたらレミリアさんがポチになるんですか？ポチじゃないわジョンよ。いい加減なこと言うとお前を今日の夕食にするわよ。最近ずっと煽り散らかしてるな。もう夕食は終わったわ。私が作りました。昨夜とは別なジャンルだったけどとっても美味しかったよ。つまりこのままでは昨夜さんはいらない存在です。バカな。一体私がいない間にどんな手口で取り入ったの？ご飯作っただけですけど。とにかく昨夜。今回の失態。どう埋め合わせるつもりか聞いておこうか。見くびってもらっては困りますよフランお嬢様。お姉様を連れてくるだけだったんだよ。見くびりたくもなるわ。私が何もこなせずにただおめおめと帰ってきたとお思いですか？よくそんな強気な顔ができますね。どうぞお受け取りください。ふん。この私を物で釣ろうだなんて考えが甘い。さてはプリンですね。いくらなんでもワンパターンが過ぎやしませんかね。せめて高級なプリンをご用意していただかなくては。別にプリンが食べたいだなんて全然思ってないけどそんなにもらってほしいならもらってあげなくもない。なんでこれで釣れると思ったの？トリックオアトリート。ゲットされたいの？ジョン、どうしよう。どうやらお気に召さなかったようよ。どうしてくれんのよ。昨夜さん、ハロウィーンは10月31日です。まだ早いです。私が怒ってんのそこじゃねえよ。それにこのカボチャでは色味に問題ありですね。もっとオレンジ色っぽいのをチョイスするべきです。ハロウィンの話はどうでもいいの。は？そういうことですか。さてはこれでカボチャプリン作る気ですね。まさかそんな変化球を投げてくるとは。ねえ私の声聞こえてる？そう。その通りよ。一瞬でそこまで見抜くなんてサナエもやるじゃない。じゃあその当ては何なんだ？そうだ。人数も多いしサナエも手伝ってくれない？わかりました。行きましょう。お姉様が帰ったら投手の座へそう。ところ変わって久々の地霊伝。閻魔の御前じゃないのとかいう野暮なツッコミはなしだ。はぁ、皆さんは爆発したりくちゅったり食べ物で苦しんだり任務に失敗したり。退屈しなさそうでいいですよね。退屈してる暇があったら一枚でも多く書類に目を通してくれます？こんなもの。もはや爆発しそうなくらいに溜まっちゃって、片付くわけないじゃないですか。てかそもそもなんでうちだけこんな書類ばっかしまとめてんですか？他の勢力はこんなこと一切やってないですよね。悟り様みたいな陰キャにはちょうどいいお仕事かと。なんかお空が冷たい。さすがのお空も嫌気がさしてきたみたいだね。これも他者に忌み嫌われる悟り妖怪としての差がですかね。いやお前のサボりっぷりみだよ。それはそうとそもそも何なんですかこの書類は。一体何の意味があってこんな大量に目を通さなきゃいけないんですか。あ、これ全部視聴者様からのコメントってことになってます。案外無視できないものでびっくりだわ。悟り様がサボり散らかすから確認できてないコメントがどんどん溜まるんですよ。ねえそれ私のせいじゃないですよね。もっとこの世界の根源的な存在のせいですよね。もしもし、私メリー。今あなたの後ろにいるの。なんだ小石ですか。あまりびっくりさせないでください。なんかびっくりしてたから追い打ちをと思って。弱い者いじめは良くないです。お姉ちゃん心読めるのに。小石に無意識のうちに来られると無理です。もしもし、私もメリー。今あなたの背後を取ってるわ。何してくれてんの？メリーさんごっこしてたみたいだから時間を止めて後ろを取ってみただけなんだけど。メリーさんそうじゃないから、先に電話かけてこいよ。まさか悟りがこんなので気を失うなんて思わなかったのよ。多分普段は心の声で人の接近に気づいちゃうから余計に弱いかも。僕、普通に喋ってないでこの不法侵入者を排除してよ。実はお嬢様を迎えに行かなきゃいけなくなっちゃったの。でも今夜はもう遅いから泊まるとこ探してたらここに。誰も聞いてないわ。もっと別のとこに行けばいいじゃん。大半は爆発消失したわ。一体地上ではどんな混沌が渦巻いてんの？